おい、何やってんだ。床がびしょ濡れじゃねえか。うん、ミルクが一瞬にして沸騰してしまった。あ？もう部屋が熱くないだろう。どうやら体の外に熱を放出しなくなった分、体内では信じられんほどの高熱になっているのだ。まずいのか？わからん。こんなことは初めてだ。お？お？おお、まだまだいけるアピールしてんぞ。さすがです、坊ちゃま。それでこそ魔王。飛んだ。曲がれるようなフットワーク。おい、大丈夫かこれ。明らかにおかしいぞ。これはゼブルスペルマ。坊ちゃま、どうや事態は思ったより深刻なようだな。深刻？右手を見てみろ。あ、おお、ゼブルスペルは消えている。それは貴様と坊ちゃまのリンクが切れている証拠。つまり坊ちゃまは今魔力を出したくても出せない状態なのだ。おいおい、マジか。おそらくこの高熱もそのせいなのだろうが。ってことはあのクソいまいましいビリビリもないってことだよな。で、治んのか？わからん。そもそも原因からして。ああ、夏風邪じゃねえのかと思っておったのだが。ほっといたらやばいのか？わからん。ま、でもどうせ死ぬわけじゃねえんだろ、魔王なんだし。わからんと言っておろうが。なんだよ、急に大声出しやがって。ん？でも待てよ、ちゅうことはあれか、もしかして今なら15メートル以上離れても大丈夫なんじゃね。どこへなりと気をせるがいい。てめえ、いきなりなんてこと。出て行け。貴様には失望した。